3次元チェス、または立体チェス、3D チェスとは変則チェスの1カテゴリ。通常のチェスが駒を2次元的に動かすのに対し、駒を3次元的に動かすものを指す。古くは19世紀の末期から考案されていた。最古のものの一つに、ドイツのフェルディナント・マックが1907年に発明したラオムシャッハがある。これは555の番を使用した。マックが1919年にハンブルクで創立したラオムシャッハのクラブは第二次世界大戦の頃まで存続していた。他にチャールズ・ビーッティが1946年に考案したトータルチェスなどがある。またサイエンスフィクションにおいて未来らしさを演出する小道具として登場することもある。SF テレビドラマ、スタートレックの 3D チェスなどが有名。使用する駒は7種類。すなわちポーン、ビショップ、ルーク、ナイト、クイーン、キング、そしてラオムシャッハ独自のユニコーンである。チェス盤は立方体を555に均等に切り分けたもので、125のマス目からなる。角、階層は大文字で、A、B、C、D、E と名付けられる。列と項は通常のチェスと同様に、小文字の A、B、C、D、E と数字の1、2、3、4、5で表される。そして、両プレイヤーのキングは AC1 及び EC5 から出発する。つまり白は地階、黒は最上階が初期位置である。ルーク、ビショップ、ナイトはすべての平面において従来のチェスと同様に動く。例えばルークは前後、左右、上下のいずれの方向にも動ける。ビショップは立方体の外縁に沿って進む。ナイトはをはじめとした24の距離、方向に飛ぶ。ユニコーンはの8方向へ任意の距離だけ移動できる。クイーンの動きはルーク、ビショップ、ユニコーンを合わせたものである。ポーンは前へ1マス、もしくは白なら上へ、黒なら下へ1マス進める。昇格はそれ以上動けない位置まで達した時に起きる。敵の駒の取り方も通常のポーンの動きを3次元的に拡張したものである。アンパス3、キャスリングはない。駒の形状などは実在するチェスと同じだが、特徴はチェス盤が立体的に配置されている点である。盤は44のメインボード3枚、22のアタックボード4枚からなる。メインボードは2列ずつずれて重なっている。アタックボードは下にある短い棒で、メインボードの四隅に取り付けるようになっており、ゲーム中に駒を乗せたまま移動させることもできる。公式なルールはないが、スタートレックのファンが考案したルールが多数存在している。上記の他に、スタートレック世界には883の番を使う立体チェスもある。立体チェスの他の例としては、Gnu/Linux 用のプログラムサンドチェスが挙げられる。これは883の番を用いる。中央の番には通常の駒が置かれるが上下の盤面には、プリンス、プリンセス、アベー、カノン、ガリーという独自の駒が置かれる。同様に883の番を使うものに、ミレニアム 3D チェスがある。アイザック・アシモフの SF 短編、完全にぴったりには、888の立体チェスが登場する。同様のゲームは、長編、宇宙の小石においても言及されている。SF における他の例としては、フランク・ハーバートのデューンシリーズに登場する、チェオプス、または、ピラミッドチェスがある。これはピラミッド型の盤を用い、敵のキングに王手をかけると同時に、自分のクイーンをピラミッドの頂点に置くことを目的としたゲームである。ファンタジーの分野では、ゲイリー・ガイアックスの著作に非常に特殊化された立体チェスであるドラゴンチェスが登場する。また、田中良樹の銀河英雄伝説にも3次元チェスが存在する。松田道博編。世界のゲーム辞典により、アシモフ、変化の風草原 SF 文庫に収録。ありがとうございます。